どうもおえべしゃり暮らし、えー、最終回終わりましてそれまではもうちょっと追っかけ配信 TVer とかで見てましたけども、えー、しっかり最終回をオンタイムで見まして終わりましたまあ森田雅則さんの えやつですけども普通にやっぱ思ったのがおもろかったっすね。それは結構なんか感想として僕結構やっぱうがって見るんでえまあ僕の役目じゃないですけど僕はもううがってお笑い見る人間なんだろうなっていうのを自分で思いながら見てるんで漫才なんかをやってても。 はいこのパターンですね」とか思いながら見,見たりとかもしてるんですけどもやっぱり最後おもろかったですね漫才はやっぱりはいベャリグラシャりぐらしとかおもろかったですね普通に笑っちゃいましたしニップレスもルノワールもルノワールも芸風変えたんだなとか思いながら笑っちゃいましたし。 でやっぱりその脳裏にはあるのは今連載してる「ヤングジャンプの」の、えー、最終回今週終わりましたし19日に発売する新しい「ベジャレ暮らし」の最新刊で第1部終わりっていうふうに書いてる、えー、ものをありながらも第2部いつ始まるんだろうで戻ってくるっていう森田先生の。 ツイートを見ななながががらららの泣きながら笑いいっていうことですね、まあ、この辺りはもうおのので調べてください、はいえー。要するに僕このドラマがあって一個やっぱり変わったことがあって高校時代の友達に連絡したんですお笑い好きだった友達に連絡すると「今ベシャリ暮らししゃばんしてるよ」って言ったら「見てるよ」と。うん まさかこの時代になってべしゃり暮らし実写版すると思わなかったねとですごい嬉しかったのが僕はメッセージで「RRR のルノワール」って送ったんですよそしたら向こうから「よいしょ」って書いてきたんですよあ <laughs> <laughs> やっぱりすごい嬉しいなっていううん一つの世界観というか m 1 キングオブコントまあキングオブコント21日にあります m 1キングオブコント r 1ベシャリ暮らし一つのベシャリ暮らしのプラットフォームはできてるなっていうのが僕はすごく思いましたよねだからこそ森田先生はねこの10話を書くために半年間かかったっておっしゃってましたけれどもツイートなどで だからこそご自身で板の上を踏まれて前回の m 1にご自身で出られたんだろうなっていうふうなのはすごい思いましたよねうんあれはすごかったですねやっぱ漫画家として出られた漫画家というコンビニでご出演なされたのはすごかったですねうんやっぱり ななんんすかねいやべしゃり暮らしに関する僕の中の思い出って結構多くてなんかそのお笑いのいろはっていうのはもちろん見るんですけどその裏側を見せてくれたのがべしゃり暮らしであってで友達と一緒にこれはこうだよねみたいなのを言える共通認識は 漫画とししてはべしゃり暮らしだけだだったんですよね、うん、だからそういうことで言えば今回のドラマがもう一個僕のというか僕たちだけの、うん、もちろん僕たちだけではないんですけど僕たちだけが入った入り口の鍵のべしゃり暮らしがもう一個増えたなっていうのはすごい思うんですよね。うん そう実写から始まったものじゃなくて漫画から始まったものを知ってる人たちそしてさらに現状で知ってる人たちだけは知ってるそのベシャリ暮らしそうベシャリ暮らしが生きてるんですよね動いてるんですよアガツマさんが動いてて木ソバが動いててニップルスが動いてて、えー、もうみんなが動いて顎骨が動いててっていうことなんですよ。 だからもう僕からしたら本当にねえ二人デジキンさんの二人っていうポスターとかやっぱすごい良かった藤川さんもすごい良かったし藤川さんの奥さん可愛すぎるなって思える自分も良かったしすごい何なんだろうあん時の。 なん,なんなんですかねこれってあの時の思い出を簡単に呼び戻せることが嬉しかったんですよね無理に思い出してよ読み直さなくてもあの持ってこれるのがすごい嬉しかっただかそういうことでなんか笑いやってったりとかは僕なんか毎日滑ってたりしますけど 本当にこんなのでお笑い好きなのかな芸人と言えるのかなということを思いながらやってたりするんですけどそういうのを思い出せることであもしかしたらちゃんと芸人としての方向性はいけ迎えてるのかなとかっていう安心感にもつながってたりするんですよねうん。 やっっぱり一番良かったのはやっぱデジキンさんですね藤川さんが藤川さんとデジキンのお二人が本当によくってなんか本当にデジキンさんなんかも画面の中から出てきた感じで紙面の中から出てきた感じで泣けましたよねうんそう何かそういうのも一個の答えを 出してくれてるのもすごい嬉しかったしで何よりも今回嬉しかったのはやっぱりその一部勘っていうことでまだベシャリ暮らしが続きそうだとで続くというふうな表明をしていただいてるっていうことでやっぱそういういのを見るともっと自分自身ももっともっと新しいお笑いしなきゃいけないなとか今日も作家の先生とかと話してたんですけどなんか 笑い取れても取れててなくももももいいからっっともっともちろん伝わるのが大前提なんですけどもっとあったら将来しなきゃダメだなっていう風に思ったりしましたよねそう本当に今日はなんかそのなんか3つぐらい来てますねえめ、ー、ちゃり暮らし終わってそうだからこう,こういうラジオってその後半になったら誰も聞いてないんでちょっと本音のことを喋れるから本当にすごいいいんですけど で僕の中から言えばなんかベシャリ暮らしが終わってでそれをその昔の仲間と共有しながらのベシャリ暮らしが終わってで新しいネタもっと作んなきゃいけないですよねとでそしてベシャリ暮らしは更に新しく続いていくっていうことをえーあるとえーいうことなんですよねそうだからやっぱり森田先生に対しては 頭が上がらないですし勇気もらえてますしで負,け負けてられないなっていうことですよね。うん、もみんなどんどん頑張ってますし皆さんどんどん頑張ってますし僕も今年 r 1頑張んなきゃというか、まあ、頑張るのは当たり前ですけど結果を出さなきゃと結果出なくても絶対僕は結果出るまでやめないんでっていうことですよね。はい ということで、えー、ここまで聞いた方は味方の人たちばっかりだと思うんで、えー、あえてこれをそのまま、えー、アップロードします。えー、ワくわくタイル、えー。ビシャリ暮らし感動しま、感動しましたと書いたら、えー、違う人が来ると思うんで、ビシャリ暮らし最終回じゃないですけど、ビシャリ暮らし森田先生へという名縁で終わります。ありがとうございました。